21号もう限界よ、早く食べさせてちょうだい。いい加減にしろ16号、どう見たって普通じゃないぞ。21号は人造人間として不安定な状態にあるんだ。そのパワーをコントロールするために大きなエネルギーを必要としてしまう。じゃあこの発作はエネルギーを補給しなきゃ収まらないのかよ。早くして。よくわからないが、ひとまず研究所に戻った方がいい。やはり来てしまったか。お前は17号、それに16号まで、お前たちどうして。何をしに来た。何って聞くまでもないだろう。18号さんを助けに来たんだ。16号、お前こそどうしたんだよ。本物それともクローンみたいに新しく作られたのか。俺たちの力と精神が封じられたことにもお前は関係してるのか。力と精神を封じる。クリリン、ちょっと待ってくれ。一体何の話をしているんだ。気を制御する波動の影響の話だ。ドクターゲロが開発した発生装置によって今世界中で気を封じる波動が発生している。なんだって。やっぱりドクターゲロのブルマさんの予想通りだ。まさかと思うけど、お前たちがその装置を起動したのか。そんな、まさか。私たちは何も関係ないよ。そうだろう16号。やったのは俺たちではない。やってはいないが関わりはある、そういうことか。黙ってちゃ何もわからないだろう。おい。なんだ。21号、落ち着くんだ。落ち着いていられるものですか。やっと食べられる。今18号を渡すことはできない。お前はまず急いでこの場を離れろ。何を言ってるんだよ。18号さんを残していけるわけないだろう。クリリン、今すぐ18号さんから離れろ。お前たちが何をする気か知らないが、俺の嫁さんを巻き込むな。なあ18号さん、一緒に帰ろう。俺たち家族じゃないですか。今さら昔みたいに戻るなんて、そんなこと言わないですよね。私だって帰りたい。だけど今のままじゃ。家族ですって。ふざけんな。そんなもの人造人間には必要ない。21号、いいから戦え、今すぐに。そんなのできるわけないだろ。クリリンと戦うなんて。ああ、それならいいわ。あなたがやらないなら私が。ダメだ、今の21号とクリリンを戦わせては。どうやら相当ヤバい展開みたいだな。18号、今はクリリンと戦え。出なければあいつは21号にやられる。それでもいいのか。いいわけないだろ。私の中にいるお前、言っておくけど、クリリンに死なせたら承知しないからな。やったぞ
fight is anybody's guess. It's all or nothing. Go! クラッチだ。さあ、クラッチだ。よし。はっ。さあ、クラッチだ。行くよ。やった。叩くともらうよ。ああ。よし。みんな、最後。うっ。はいよ、ゲン。やった。はい。頼んだよ。うっ。甘いの。 18号さん、どう、クリーン。心配ない。気を失っているだけだ。よかった。おい、21号、これで満足か。<笑>なんて美味しそうなの。 待て、21号、どうか耐えてくれ。自分自身の力で抑えるんだ。うるさい、止めさせろ。邪魔するな。頼む、17号。ふざけやがって。邪魔をするな。出なければお前たちを食うぞ。 俺たちを食うだと。こいつ何言ってやがるんだ。ダメなのか。頼む、18号の中にいるお前、今すぐ21号とリンクしてくれ。なんだって、そんなことができるのか。理論上は可能なはずだ。お前が21号を止めてくれ。 クリ、助けてやってくれ。あなたはもしかして邪魔をするつもりなの？<笑>でもいいわ、この子が人の心を失うのも時間の問題。 21号から戻ってきたか。お疲れ。その様子だとうまくいったみたいだな。17号、クリリンは？安心しろ、気絶したままだったけど、ちゃんと安全な場所に置いてきた。今はこいつのこともあるし、目覚めるのを待つ暇もなかったからな。
まあちゃんと息はあったし、そのうち仲間が助けるだろう。そうか、ありがとう。お前たちのおかげで21号を止めることができた。21号の他にって、あいつもリンクしていたってことなのか。どうやら思っていた以上に面倒なことが起こっているみたいだね。こんなことになったんだ。もうだんまりは通用しないぞ。そうだな、私も、私の中にいるこいつも事情を知りたい。わかった。だが今は21号の治療を優先させてくれ。詳しいことは研究室で話をしよう。いいだろう。今度こそ全て話してもらうからな。Yeah!
十七号。はあ。し。はあ。
やソラ食らっときな浮世食らっときな頑張っときなおいソラしはソラはっやっうっ俺も少しは役に立つかもしれない。立て直す。えっせいいくぞ。えっさあ終わりだ。よし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 よこっちだ。行くぞ。スイッチ落ちよう。殲滅する。デスクラッシュ。ファンタスティック。問題ない。スイカウンター。やってる。こっちだ。行くぞ。うっ。やっ。うっ。はっ。殲滅する。デスクラッシュ。勝たせてもらうよ。ファンタスティック。ふざけんな、いい加減にしろ。
ところもあったのか。正確な数は分からないが、研究施設は世界中に点在している。それで21号は。ああ、別室で休ませている。いずれ意識を取り戻すだろう。そうか。それで、あの21号ってやつは何者なんだ。彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた、セルをも超える究極の人造人間だ。あいつを超えるか。セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、俺たちが知っているセルを超えている。だが21号の力はそんなものではない。その成長したセルすら上回る力を秘めている。そして一番厄介なのは彼女の捕食衝動だ。生物を食べることでエネルギーを吸収し、際限なくパワーアップする。驚いたな。セルを超える化け物ってことか。そもそもエネルギー吸収って、なんでそんなことする必要があるのさ。これはあくまで予測でしかないが、21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い。彼女の捕食衝動は人格を持っていて、今の21号の意に反して捕食をしてしまう。それほどに凶暴なものなのだ。つまりあいつの中にはもう一人の凶暴なあいつがいるのか。ああ、21号は表に出ようとする衝動を必死に抑えながら生きている。なあ16号、それほど危険な奴にお前はなぜ従うんだ。俺は21号の暴走を止めるため、彼女の手によって復元されたからだ。まったくあんたらしいね。どんなヤバいやつでも命令なら従うなんてさ。でもここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。21号に従うのも命令だけとは思えないんだけど。やれやれ、お得意のだんまりか。昔に戻ったようだな。まあそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。それより今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。ああ、そのために利用しようとしたのがリンクシステムだ。リンクシステムはもともとドクター・ゲロが開発したもの。彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとした。リンクしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか。俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っていた。リンクした人間が肉体を自由に操ることができるようになると。なるほど。自分に反抗的な奴も
リンクを使えばコントロールできるってわけか。あのクソジジイの考えそうなことだ。だがリンクの状態を維持することは想定以上に困難なことだった。普通人間の精神は自分の肉体から長時間離れることができないのだ。たとえリンクできたとしても1分と持たず精神が元の肉体に戻ってしまう。18号の中にいるものよ。こうして今もリンクを維持できるお前は我々にも説明がつかない存在なのだ。それじゃあ初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか。そう思われても仕方がないだろう。今まで黙っていたことは申し訳なかったと思っている。そのリンクの才能は21号にとって最後の希望だったのだ。どうか今はこのまま力を貸してはくれないだろうか。驚いた。あんたこの流れで協力するっていうのか。どうやら想像以上のお人よしみたいだね。どちらにせよクローンを全て倒すまでリンクを解除する気はないんだろ。結局はどう転んだってやるべきことは変わらないさ。もし21号の捕食衝動が強くなれば今のお前では止められなくなるだろう。お前にはさらに強くなってもらう必要がある。全くついてないぜ。俺たちはとんでもない貧乏くじを引かされちまったみたいだな。